で、さくら様だって。はい、ということでね、今挨拶があった通りです。2学期から、高橋さくらさんが新潟県の小学校に転校するということで、今日でね、登校できるのは最後ですから、みんなちゃんと放課後とかね、喋りたいこと喋っておくとかね、やっておくといいんじゃん。ごめん、さくらさんも一回来て。ごめんね。ごめんね。先生さ、さっきのその転校の挨拶がちょっとごめん、分かんなかったからさ、みんなもちょっとざわざわしてるから、ごめん、一旦ちゃんと聞くね。さっき言ってたよね、さくらさん。新しい新潟の学校でも4年3組になりたいですって。そしたらまた4年3組のみんなと遊べるからですって。どういう意味？めちゃくちゃ怖かったんだけど、あれはどういう意味？向こうでも4年3組なら4年3組のみんなと遊べるって何？し、その後言ってたよね。まあでも1組でも2組でも結局3組です。どういう意味？マジでどういう意味？何が言いたいの？なんだろう、転校する事実が受け入れられなさすぎてちょっとこう嫌な感じになっちゃったかなみたいなことなのかな。ちょっと心配になっちゃったから、先生もみんなもね、その感じだとちょっと元気に送り出してあげられないというか、どういう意味なの？結局子供は全員一緒か。マジで嫌だな。マジで嫌だな。お前そんなこと考えしたのか。お前そんなこと考えてさっき話したのか。子供全員一緒だから向こうの4年3組もこっちも4年3組も一緒って、1組も2組も3組ってふざけんなよ。子供って一人一人全員個性があるってことになってんだよ。わかるか、そういうことにしてんだよ。学校においてはふざけんなよ。なあみんな、個性あるよな。あるって言ってるぞみんな。あるって言ってるからあるだろう。ふざけんなよお前。なあ、なんなら今の転校挨拶やり直せ。みんなごめんな。個性あるよな。あるってみんな言ってる。だからあるんだよ。なあ、かわいそうに。もう一回挨拶して。なるほど。下がっていいよ。まあ今ね、さくらさんが言ったようにね、担任が変わるから生成するという、ことでしたけども、さくらさん、向こうの担任も俺だぞ。見たのか。見たなら見てけよ。ひょっぴーひょっぴーくてお前。